坂木原交渉は、江戸時代前期の武将、大名。十五位下、東都見守る。上野立林藩、第二代藩主。坂木原家二代当主。徳川四天皇の一人、坂木原康政の三男。大菅忠政、坂木原忠長の弟。性質は、加藤清政の娘、本清新。小二勝政。 父の三男であったが、慶長十一年には、父の病死により、上野盾林藩十万国の医療を継いだ。これは、長兄の忠政は、外祖父、大菅安高の養子として、大菅家へ出されており、次刑の忠長は創生していたためである。交渉が家督を継いだ頃、盾林藩の財政は、早々に逼迫しており、これを有料した日国主で義父である、加藤清政が、 財政再建のためにたびたび、坂木原家に提言を行っている。慶長19年からの大阪の陣にも、徳川方として参戦し、冬の陣では、佐竹義信隊の窮地を救っている。翌年の夏の陣にも参加し、5月6日の和解の、戦いで豊臣方の木村重成と戦闘、翌日の天皇寺、岡山の戦いにも参加したが、連日の戦いの結果、 坂木原軍は、豊臣軍に大損害を与えられる結果となった。夏の陣後の5月27日、大阪から引き上げた先の京都にて、以前から患っていた腫れ物のために死去した。26歳。南馬戦記などの書物には、大阪冬の陣で腫れ物が破け、大量に出血。それが、夏の陣の激戦で悪化したが、倉壺に血が溜まって、なお戦い続け、 治癒することなく死亡したと記されている。法名、新光院伝庁、誉れ良栄大禅城門。墓所は、盾林氏の禅道寺。交渉には、諸子、平十郎がいた。ところが、家老の中根吉右衛門、原田権左衛門、村上愛衛門の三名は、洋君では武功を盾が叩く、立心を望めないと策謀して、幕府、家康からの質問に対し、交渉に、 死なしと回答したという記事が、横須賀覚えがきに見える。その後、過労の悪事が発覚して三名は流罪にされたという伝承もあるが、交渉がなくなった後も、この三夜は、榊原家に仕え、元那五年には二大将軍、徳川秀田だから、おのおの戦国の相続公地が認められ、以後も、代々幕府からの主因地及び、榊原家からの地行地は継承されているため、 事実とは異なる。坂木原家の推定六には平十郎は三歳まで病身であり、かつ、交渉の実施としてのお披露目もなされないうちに、交渉が死去してしまったため、忠児が養子に迎えられたとしている。家康は、交渉の調兄で、大須賀家に養子に出ていた、大須賀忠政のこの大須賀忠児に対し、坂木原の名跡継承の意思を問うた。忠児川より、 坂木原の名跡を継ぎたいと回答があったため、中寺が坂木原氏に復帰し、相続をすることになった。徳川四天皇の血統が絶えるのを懸念した徳川家康の命により、中寺が10歳で坂木原氏立手林氏藩10万国を相続したとも、中寺自身の希望で坂木原家相続となったともされる。またこれにより、大名大須賀氏は絶景となった。 しかし後に、養母の本気義員が、武蔵国岩月藩の生死、安倍正澄に再婚することになり、その際に養っていた、勝政の存在を幕府に報告した。平十郎勝政は、養母の実家である、熊本藩主、加藤忠宏に預けられるなど露天したが、後に、幕府より千病を与えられ、その子、勝忠氏から旗、旗本、坂木原氏が始まる。後に、 かつただしのこの聖国が、坂木原本家を継いだ。小宮山俊和、近世初期立手林坂木原家の基礎構造、初集、小宮山、不代大,大名の創出と、爆藩体制 ISBN978 から4、から6 4 2 0 3 4 6 8五。福田千鶴、加藤清正の娘古屋と、坂木原平十郎勝正。 九州産業大学国際文化部起用第46号2010ありがとうございます。